皆さんはジェイド・リーチが謙虚で真面目でおとなしくて苦労症と思われていたことをご存知でしょうか。ジェイド・リーチといえば様々な猫かぶりエピソードが存在します。実際ヤナ先生でさえどちらがヤバい方のリーチか困惑するといった実体験があります。今回はその中でもトレイ・クローバーを欺き村でヤバいことをしていたジェイド・リーチの知気転覆エピソードをご紹介します。トレイのひどい勘違いその1、ジェイドが遠慮していると思っている。トレイ・クローバーはハーツ・ラビュル寮の副寮長です。トレイはオクタフィネルの寮長アズールや双子の兄弟フロイドのわがままの相手をしているジェイド・リーチを気にかけて副寮長同士としてアドバイスをしているシーンがあります。トレイはジェイドにいつも言いたいことを飲み込んでいたらストレスがたまるだろう、嫌なことははっきり断れ、言いたいことがあるなら我慢せず伝えろ、副寮長は寮長の部下じゃない、遠慮せず自分のやりたいようにやればいいなどと、謙遜や気位の使いすぎは良くないとアドバイスをしました。この後トレイは盛大な勘違いだと気づくのですが、ジェイドの猫かぶりが過ぎて肌から見て気苦労が絶えないオクタの副寮長に見えてしまったようです。トレイのひどい勘違いその2、ジェイドが振り回されていると思っている。入学式が終わり各寮が授業へ戻ろうとしている時、オクタフィネルの歓迎の挨拶について話をしているオクタ3人を見かけたトレイ・トリドル、フロイドの新入りいじりに困りましたねと困った顔をしているジェイドを見たトレイは、またジェイドが振り回されてる、あんなに真面目だと気苦労が絶えないだろうなどと盛大な勘違いをしていました。ジェイドをよく知る同じクラスのリドルはトレイに早くメガネを買い替えた方がいいと冗談なのか本気なのかよくわからないことを言い、もっとやつをよく見ろと様子を伺います。するとジェイドが入学早々新入生を怯えさせるなんてそんなこと後からいくらでもできると言っているのを見かけてしまいます。おまけに一番欲しいのは恐怖に駆られてではなく自らオクタフィネル寮のために動いてくれるコマですと寮生をコマ扱いしています。コマだけに、これにはさすがのトレイも頭の痛そうなこの表情、俺のイメージとは違う気がしてきたとこれまでのジェイド・リーチ層を改めることになります。トレイのひどい勘違いその3、ジェイドが謙虚で真面目でおとなしくて苦労症だと思っている痛。最後にジェイドがアズールに頼まれて調べた新入生の名簿リスト、出身国、趣味、嗜好、嫌いな食べ物、苦手な教科に加え偶然分かってしまったマジカメアカウント、うっかり記載してしまった裏アカウントまでリスト化された資料をジェイドは作ってしまいます。それがこれです。これらはアズールがしっかり管理することで事なきを得ていますが、これらの一部始終を見ていたトレイは絶句のこの表情。リドルはジェイドはアズールとフロイドに従っているように見えるかもしれないが大きな間違い、時には彼らさえうまく利用して自分も楽しんでいる、節穴だから早々にメガネを買い替えるべきだトレイと、ここでも本気なのか冗談なのかわからないですがトレイをたしなめます。トレイはジェイドは謙虚で真面目でおとなしくて苦労症だと思っていましたが、彼が以降は二度とそのようなことを思うことはないでしょう。以上、ジェイドは真面目で謙虚なのか？ジェイド・リーチの猫かぶりヤバエピソード、色転覆のご紹介でした。